会津の郷土料理が楽しめる会津若松市の滝野。中でも名物は具材がたくさん乗ったわっぱ飯です。店は鶴ヶ城の近くにあり、普段は観光客などでにぎわう店内ですが、もう激減というか無に等しいぐらいの、はい、状況でございますね。滝野はもともと昼から夜までの通し営業をしていましたが、今月時短要請が出た時から営業時間を午前11時から午後2時までの3時間だけに短縮しています。昼だけの営業にしたのは昭和43年に創業して以来初めてのことです。命と、はい、なんかこうどちらかの選択っていうような、もう本当に差し迫った選択肢を与えられたような感じでございますね。例年ならこの時期、昼の時間帯は観光客や修学旅行生でにぎわいますが、予約はほぼゼロと厳しい状況が続いています。今日は県外から訪れた人もいてにぎわった方だといいますが、最近の1日の客数はコロナ前に比べて1割に満たないほど減っているといいます。少し良くなるのかなっていう思いで去年乗り越えましたけど、さらに悪くなっていくというこの状況が、どこまでこう落ちていくのかっていう不安ばかりがやはり前に立ちますけれども、人件費を削減するため従業員の半数に交代で休みを取ってもらい、おかみ自ら仕入れや調理などもしています。はい、マスクなしで観光地が歩けるようになるような日を望んでおります。